はいこんにちは浦田健でございます今日のテーマは貧乏な人の特徴4選です突然ですがあなたは今幸せですか何言ってんだよ幸せだしその幸せを維持するためのお金も十分あるよというならこの動画はおせっかいなのでもうこれ以上見る必要はありません でももっとお金があれば自由になれるのにとか将来のためにもっと稼ぐ力を身につけたいと考えているなら今日の動画はあなたの人生を変えるきっかけになるかもしれませんもちろんお金がなくても幸せな人生を送ることはできると思いますある南の島の原住民は1日2ドル以下で生活していますがこの人たちは自分たちが貧乏だとは思っていないと思います しかし年収が500万円であっても周りが1000万円の平均年収ならあなたは自分が貧乏だと感じるかもしれませんしこのようにお金持ちとか貧乏というのは相対的なもので周りの環境に非常に左右されるものなんですなのであなたが今の環境で貧乏を抜け出したい幸せになりたいと考えているならお金の心配がなくなるまでお金を稼げるようになる必要があると思います そこで今回はお金持ちになれない貧乏な人の行動パターンを紹介します。そしてまずはあなたがこの貧乏行動を取っていないかどうかチェックしてみるようにしてください。もちろんこの動画ではあなたがお金持ちになる具体的な方法についても解説します。つまりあなたは貧乏な人の行動パターンを今すぐやめてお金持ちが取っている行動を取るようにすればあなたも必ずお金持ちになることができるということです。 動画の最後には絶対にお金持ちになれる具体的な働き方についても解説しますのでぜひ最後までご覧くださいこのチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております不動産投資のほか経済金融株そして起業にまつわるトピックもどんどんアップしていますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします ツイッター、インスタグラムをやっております。こちらでは最新情報をつぶやいていきますので、こちらも登録いただけると大変嬉しいです。今日のトピックはズバリ2つでお話していきます。一つは貧乏な人の特徴4選。そして2つ目に貧乏から抜け出す具体的な2つの方法について解説します。さて、まず一つ目に貧乏な人の特徴4選についてお話し,しましょう。貧乏な人の特徴、まず一つ目は付き合う人を選ばないということです。 まずお金持ちになるためにはその環境選びが重要なんですよねその環境で最も重要になるのが交友関係です類は友を呼ぶと言いますがお金持ちはお金持ちの友達が多いですが貧乏な人にお金持ちの友達はほとんどいないと思います例えばパチンコが趣味な人と株式投資が趣味の人と一緒にご飯を食べたりお酒を飲んだりすることはないでしょう ギャンブルと投資の世界では全く話が噛み合わないと思いますので当然です。このようにあなたがお金持ちになりたいのであれば、まずは付き合う人を選ばないといけないんですよ。お金持ちはビジネスや投資の話を好んでしますが、そうでない人は最近ボーナスが減って大変だとか、住宅ローンの返済で大変だとか、人の噂話だったり、友達と共通な同じネガティブな話題を共有することで、 自分だけじゃないんだという変な安心感を得るために友達付き合いをしているかもしれませんまた幅広く誰にでも良い顔をしながら生活することは交友関係の中でいらぬストレスを抱えたりします人の噂話や悪口ネガティブな話題で不毛な時間を過ごしたり仲間外れにされるから飲み会の誘いを断れないなどこういった呪縛がある限り絶対にお金持ちになることはできないと思います 具体的にお金持ちになりたいならお金持ちと付き合うべきですしかしお金持ちはあなたと付き合うメリットがなければ多分あなたとは付き合ってくれないでしょうお金持ちはセルフイメージも低くて普段から努力もしていない人に咲く無駄な時間はないからですなのでまずは自分より年収がちょっと上の人やすでに起業したり副業で稼いでいる人と付き合うようにしましょう 自分よりちょっと上の人を目標にして少しずつステージを上げていけば付き合う人のレベルも徐々に上がってくると思います。また自分が興味を持っている分野のコミュニティに入って共通の目的を持つ仲間を作ってもいいでしょう。例えば株式投資や不動産投資、副業などのコミュニティに入れば自分より少し先に行っている人たちから情報をもらえますしお金持ちになるというモチベーションを維持することもできます。 何より共通のの話題がお金持ちにななることなので一緒に飲みに行ってもお金に関する話題が多いでしょうし会社の仲間と飲みに行くのとは違って有益な時間を過ごすことができると思います貧乏な人の特徴2つ目は何事もまずは否定から入ってしまうことです例えば何かをしようとするとお金がないからできないと発想してしまったり自分には経験がないからできないと考えてしまいがちになるんですよねお金持ちは決してこういった思考はしません お金がないんだったらどうやったら借りられるとか、経験がなければどうやったら経験者を自分のプロジェクトに巻き込めるかとか発想するんですよ。また貧乏人は学歴がないからダメ、資格がないからダメ、ライバルが多いからダメとか発想しがちですが、お金持ちは逆に学歴のない人の方が多いですし、資格がないなら資格がある人を雇えばいいと発想したりします。 ライバルがが多けれれば自分分一番になれる分野を作ったりもしますちなみに僕が独立した時の肩書きはアパマンンン経営コンサルタントでした僕が独立した当初は個人向けの不動産コンサルタントは全くいませんでしたのでこの分野を自分で勝手に作って一番になってしまえばいいと発想したんですよこのようにお金持ちはできないと発想するのではなく常に自分の脳に「できるとしたら」と問いをし続けているんですよね その時点ではできる方法がわからなくても、どうしたらできるかという問いは誰にでもできますよね。そうすると人間の脳は不思議なもので、問いを立てられると無意識にその答えを探し出すようになるんです。人間の脳にはこういった素晴らしい能力があるにもかかわらず、貧乏人は理性で考えてしまって、鼻からできないと否定的に入ってしまうので、せっかくの可能性や選択肢がなくなってしまうんですよ。 つまり、できない理由を探して、今の自分を正当化して、そこに留まり続けようとするので、いつまでたってもお金持ちになることができないんですよね。ナポレオンヒルの思考は現実化するという言葉通り、あなたが考えていることが現実を作り出しているということを常に意識しなければなりません。貧乏な人の特徴3つ目は、防止をしていないということです。 僕たち日本人は大人になるまでお金や投資の教育を受けてこなかったせいで投資は危険なもの貯金最強みたいに考えている人が多いと思いますが実は貯金も投資の一つで貯金最強と思っている人は日本とととといいう国を一点買いしているこことと同じことなんですよ。例えば今はゼロ金利なので100万円を預けていても全然金利はつきませんが。 インフレ率が2%になって物価が上昇するとその貯金100万円の価値はざっくり98万円になってしまうんですよなのでお金を効率的に増やすためには稼いだお金を貯金するだけではダメで自ら考えて投資をしないといけないいいとけんですよ先日日銀が発表した統計によると9月末時点で家計が持っている金融資産の合計は 1901兆円になっていてそのうち現預金がなんと54%の1034兆円もあったそうなんです世界的に見てもこの現預金のパーセンテージは異常に高い数字でアメリカの家計では資産に占める現預金の割合はわずか13%しかなくその資産のほとんどを投資に回しているんですよねこの点日本は投資教育としては後進国と言っていいでしょう とにかくお金持ちになるためにはお金の勉強をして稼いだお金を安全かつ効率的に運用するスキルが重要なんです。貧乏な人の特徴4つ目は不労所得を持っていないということです。投資は大きく自分で働いて稼ぐ労働所得と自分が働かないでも稼げる不労所得の2つがあります。貧乏な人のほとんどは自分の時間を切り売りしてお金を稼いでいます。 つまり自分の時間を労働力として提供して給料をもらっているということですよね。自分の時間を提供して働いているということは、怪我をしたり病気になったら稼げなくなりますし、業績不振で会社そのものがなくなってもお金を稼ぐことはできなくなります。また労働対価として稼げるお金には上限があって、単純労働では1000万円を超える年収を稼ぐのは非常に難しいんですよ。 一方でお金持ちの人は必ずと言っていいほど不労所得を持っています。僕はこの不労所得という言葉が、働かないでお金を稼ぐというイメージがあるので、あまり好んでは使わないんですが、不労所得とはズバリ自分が寝ている間にも稼いでくれる収入ということになります。例えば不動産投資でいう家賃収入であったり、株の配当収入なんかもそうですよね。 自分で作ったビジネスから継続的に得られる報酬もそうでしょうしオンンンラインサロンなどののコミュニティからの買収入もそうですよねまた自分で作ったブログサイトの広告収入だったりこの YouTube の広告収入も不労所得ですといっても動画は毎日作り続けているのでその点では労働収入ですがアップした動画はどんどん資産化してその資産が僕が寝ている間にも広告収入を稼いできてくれるわけなんです 貧乏な人とお金持ちの違いは貧乏な人は自分の時間を切り売りして働いているのに対してお金持ちは常に資産化するビジネスに対して労働力を投入しているということなんですここすごく重要なのでもう一度言いますねお金持ちは収益を生み続ける資産を作ることに集中しているからますますお金持ちになるということなんですさて次に貧乏から具体的に抜け出す方法について解説していきましょう まず一つは「転職する」ということですあなたがサラリーマンを継続するということを前提としてお金持ちになりたいのなら高収入な会社に転職するしかありませんただ高収入な会社に転職するには学歴が重要視されたりその会社が望むスキルをあなたが既に持っている必要があります仮に運よく高収入な会社に転職できたとしてもまあそれでもせいぜい年収は1,000万円前後でしょうし サラリーマンは働けなくなったら稼げなくなるので、やはりそういった意味でも不労所得は作る必要があるんですよ。具体的に不労所得を作るには、お金を貯めて投資する方法と、あなたの働き方そのものを資産化する労働に集中させる必要があります。まずお金を貯めて投資する方法には、大きく株式投資と不動産投資をする二つの方法があると思います。 不動産投資はアパートを購入して家賃収入を毎月得るという方法ですがしっかり勉強してから投資をすればあとは週にわずか数時間の労働でも安定したお金を稼ぐことができるようになると思います株式投資は不動産投資の頭金づくりだったり不動産投資から得られる毎月の家賃収入を安全かつ効率的に運用する方法としても有利な方法だと思います そして株式投資は基本的に長期的なスパンで投資すべきものだと思います労働そのものが資産化する働き方については毎日のあなたの労働を資産として積み上がっていくものに集中させるべきだと思います例えばブログや YouTube のコンテンツなどがそうですし僕が作家として16冊の書籍から得ている印税も資産の一つです また僕の不動産会社で請け負っている約1,000件の物件管理も資産ですし1,000人を超える会員コミュニティも資産の一つです意識すべきなのは作業として働くのではなく資産化すするるものに対して労働を集中させるべきとということなんです僕はこれを20年間継続してきたからこそ今こうしてファイヤーをして毎日好きな仕事だけをして過ごすことができるようになったわけなんです なのであなたもあなたの得意分野でコミュニティを作ってサロン化できない方とかまずはブログを書き始めてみるとか YouTube に動画をアップし始めるだとかまずは小さな一歩からスタートしてみることを本当にお勧めしたいんですよそれがきっとあなたの10年後に大きな変化をもたらすことになると僕は信じていますさていかがでしたでしょうか今日の内容をまとめると貧乏を抜け出してお金持ちになるためには まずは付き合う人を変えてポジティブな思考を持つということが重要ですそしてとにかく稼げる仕事をして稼ぎそのお金を株式や不動産に投資して運用することさらには今の労働が資産として積み上がっていく仕事に集中するということです是非今回の内容を参考にしてもらって多くの人がお金持ちになって経済的な自由を得ていただければ本当に嬉しいです これからも不動産投資だけではなくこういったお金の知識も発信していきたいと思いますのでぜひチャンネル登録をしていただければ嬉しいです資産運用については過去動画もたくさん出していますのでぜひ参考にしてくださいそして不動産投資を学ぶならいつも言っているように不動産実務検定で学ぶのが一番です概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はぜひご覧くださいまた7月から開始したオンラインサロンでは皆さんの実践を毎日フォローしています こちらも興味のある方は概要欄にリンクがありますのでぜひご覧くださいまたサブチャンネルの方では僕が最近買った物件の調査の様子や僕のマレーシアでの生活の様子などもアップしていますのでこちらもフォローいただけると大変嬉しいですまた今日の内容が良かったという方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたしますまたコメントもお気軽にお寄せいただければ大変嬉しいですそれでは今日も最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回お会いいたしましょうバイバイ